フォーマ F2051 は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話フォーマ端末である。2003年1月に発売された当端末はフォーマ端末の中で初めてシンビアン OS が採用された。約270度回転する CCD カメラを搭載しており背面カメラとインカメラは共用となる。 カメラ付きのフォーマ端末で撮影した動画をメールに添付して送信できるサービス iMotion メールに対応している。背面部には緑色のバックライトを搭載したサブディスプレイと背面キーがある。本端末ではマルチタスク機能を搭載しており通話中に会話しながら静止画撮影が可能でメール添付で写真を送信できるワンショット機能や画像の一部を切り抜いて 別の画像と合成できる切り抜き機能を新たに搭載している。画像付き電話帳などが使用可能で赤外線を使用して規格対応機と電話帳データなどを転送することも可能となっている。なお、パソコンと端末を接続するための通信設定ソフトやデータ共有ソフトなどが入った CD-ROM が本体セットに同梱されており、接続は 別売りのフォーマ USB 接続ケーブルでを行うものであった。なお、本端末はビジュアルタイプの端末ではないため、インカメラ兼用のカメラを搭載しているが、テレビ電話機能はサポートされていない。データ通信は下り最大 384kbps のパケット通信と回線交換式による 64kbps データ通信が利用できる。また、 着信音は最大32話音で自作が可能である。ありがとうございます。